山根、山田、そして安藤がボールを受ける。ここをかわすとチャンスになる。直接狙ったシュート、これが決まって2点目、追加点、セレッソ大阪 U23、 安藤の J 初ゴール、距離のあるところから決めていきました。